てないのに。やっほー、みんな、ちょっとスーにプレゼントあげようと思うんだよね。LOL ドールのセットを買おうかと思うんだけど、やっぱりこれがいいよね。でもお金がいるんだよな。貯金いくらあったっけ。これだけか。貯金苦手なんだよね。でもスーにプレゼントはしてあげたいし。スーならなんとかしてくれるかも。スー、ちょっと助けてくれない？え、それは喜んで。でもどうしたの？今すぐに貯金箱が一つ必要なんだけど、小銭とお札を入れられるやつ。小銭とお札用の貯金箱？なんだか面白そうね。よし、じゃあ作ってみようか。イエーイ、計画に向けて一歩前進。ちなみに僕が他にどんな貯金箱を持ってるか覚えてたらコメントしてね。さあ、必要なものが揃ったわ。やっほー、大プロジェクトって感じだね。ほんとね、サム。あれ、足りないものが。サム、お願い、キッチンから竹串を持ってきてくれない？もちろんいいよ。ふぅ、細いのと太いのどっち？どっちも持ってきて。持ってきたよ。なんでこんなもの必要なの？すぐにわかるわ。ねえ、マジックを見たい？そりゃもちろん。ビビデ、バビデ、ブー。すごい。なら僕も。えい。わあ。勝ちの方がすごいでしょ。サムの大好物ね。まずペン先にペンの芯を差し入れるの。こんな風に。できた。いい感じね、サム。次はテープを使うわ。うわー、ちょっとやってもらっていい？テープは苦手みたい。オッケー。サム、世界にはいろんな種類のテープがあるのよね。次はこのアイスの棒の長さを測るわ。同じパーツが2つ必要なの。アイスが好きでよかった。アイスの棒って工作にちょうどいいもんね。そうね、サムなしじゃ何もできないもんね。棒はこうして。もうこれ何？せっかちね。もうすぐわかるわ。そしたらさっきのペンをこうやってここに。なんかまるで、いや、ねえスー、本当に何これ。さあ、コンパスを使って正確に円を描いてね。同じ円を2つと小さめのが1つ必要よ。サム、この円をカットしたくない？やだ、だって僕には簡単すぎるもん。あら、そう。じゃあ見てて。この円をくっつけるの手伝ってくれない？トゥルーマスターに任せて。じゃあお願い、サム。これが必要なんでしょ。ありがとう、サム。完璧よ。なんてことないよ。プロフェッショナルは何でもできて当然だもん。そう、でも僕たちが作るのは車じゃなくて貯金箱だけど、ちゃんと分かってる？もちろんよ、サム。見て、サム。今度はこれにチャレンジよ。できる？もちろん。目を閉じて立ってできるよ。すごいわ、サム。本物のプロみたい。でしょ？当然だよ。カッターは気をつけて使ってね。僕はプロ。忘れちゃった？サム、お札を貯金したいって何か高いものを買うつもりなの？ノーコメントで。じゃないとサプライズが台無しになっちゃうもん。はいはい。じゃあ聞きません。ここは気をつけてね。段ボールの上と中間の層だけをカットしないといけないの。特別な貯金箱になりそう。使うのが楽しみでワクワクしてきた。せっかちね。もうすぐよ、もうすぐ。貯金箱に窓つけるの？すごくおしゃれな貯金箱になりそうだね。でしょ？おしゃれで可愛い貯金箱になるのよ。鉛筆を取ってくれない？綺麗に折りたたみたいの。持ってきたよ。鉛筆を使って巻きましょう。こんな風に。いい感じ。これをここにつけるの。みんな、グルーガンを使うときは気をつけて。簡単にやけどしちゃうからね。僕怖くないよ。でもスーなら大丈夫って信じてるからね。あら、どうしたのスー、何かなくしたの？段ボールの丸い部品を2つ。どこ行ったのかしら。床に落ちてたよ。これこれ、ありがとう、サム。なんかこれ知ってるよ。
棒を刺したホイールって前にも見たことある。ほんと？どこで？どこだっけ？思い出せない。きっと思い出せるわ。見て、こうしてハンドルを取り付ければ好きなだけ回せるよ。そう、こういう風に回転させたはずなんだけど。そうだ、貯金箱お化けを作った時に同じの作ったんだ。正解。よくできた貯金箱お化けだったよね。ところで、あれどこ行ったの？どこかでお金を貯金してるよ。そのために作ったんだし。あら、そう。まあそういうことに。見て、かっこいいでしょ。試してみたい？ハンドル回すのは楽しいけど、でも僕は貯金がしたいの。次のステップで使うのはこれ。ブランコみたい。お金のために公園でも作るの？公園か。ブランコというよりトランポリンかな。トランポリン？飛びたい飛びたい。私もよ。一日中でも遊んでられるわ。次は輪ゴムをこのフックにかけるんだけど、糊が乾くのを待ってからやってね。失敗してももう一回やればいいよね。もちろん。でもできれば最初の一回でやれた方がいいわ。このトランポリンでコインを飛ばしたらどうなるか見たい？見たい。うわあ、面白い。やっと本物の貯金箱に見えてきたね。ちょっと変わってるけど、早く完成したの見たいな。でもサムは小銭とお札の貯金箱が欲しいんでしょ？なら変わったことはないのよ。でもサムは驚くはず。ねえ、スパイになりたいって言ってたよね。うん、そうだよ。でもなんで今それを聞くの？だって今からスパイ風のダイヤルロックを作るからね。ロックもつけられるの？もちろん。覚えるのもそんなに難しくないから大丈夫よ。そっか、パスワードを書いた紙を持ち歩かなきゃって思った。サム、またちょっと手伝ってくれない？ここを切ってほしいの。了解。できたよ。こんなの簡単だね。よくできてるわ。見て、今作ったのがこれ。貯金箱のセキュリティに必要なの。サム、あなたが好きなアルファベットは何？キャンディーの C かな。知ってるでしょ。オッケー、じゃあ C ね。でも誰にも言っちゃダメよ。これを貯金箱の後ろ側にくっつけましょう。ロックがかかるのは左側だけ。ほら、これで貯金箱ができたわ。そう、今貯金箱ができたって言った？ええ、そうよ。でも、そう。冗談よ。デコレーションが必要ね。もう、驚かさないでよ。飾り付けもしない DIY なんてつまんないよ。はいはい、やりますやります。はい、これでミッションコンプリート。試そう。そうね。待って、何これ。素敵な LOL セットね。あ、ダメダメ、見ちゃダメ。スーへのプレゼントに買おうと思ってたのに。あ、だから貯金したかったの。嬉しいわサム。だってスーは僕の親友だもん。スーを喜ばせたかったんだ。早く貯金箱をいっぱいにして一緒にハッピーになりましょうか。よいしょ。えい、どんどん行くわよ。そうれ。すごい。最高の始まりだね。みんな、僕たちがお金を貯めて LOL セットを開封するのを見たかったら、ぜひコメント欄で応援してね。よかったら通知ベルを押して次の動画も楽しんで。この超便利な貯金箱を気に入ってくれたら高評価ボタンをよろしく。バイバイ、またね。お金が貯まるまでそんなにかからないと思うよ。サムの優しい心が報われないはずないもんね。